連邦警察の車両に表示される青書。緑色はドイツ警察伝統のシンボルカラーだが EU 加盟国間で色調を統一するため2004年から青色への切り替えが順次進められた。連邦警察はドイツの警察組織。連邦政府内務省において国境警備や施設警備など警備警察を担っている。2008年度現在。 職員数約38,700名、予算約21億8,700万ユーロ。ドイツは連邦制をとっており、基本法に特に規定がない限りは、権限は基本的にそれぞれの州に属している。警察についても、基本法第70条第1項に基づき、犯罪捜査及び防犯は、州の法執行機関の権限となる。しかし例外的に、 刑事警察の中央官庁と連邦国境警備官庁の二つは連邦政府の法執行機関として基本法第87条に規定されていた。このうち連邦国境警備官庁として1951年に設置されたのが連邦国境警備隊であった。しかし BGS は国境警備の他にも施設警備や州警察への支援など様々な業務に 従事して、総合的な警備警察組織として機能するようになっており、名称が実態に即していないと指摘された。このことから、2005年7月1日の法改正で、連邦警察と解消されることとなった。連邦機動隊ヘルメット正面の正称の中央には、連邦は師匠が配されている、特殊部隊 TM-170、装甲兵員輸送車巡視船。 ブレートシュテッド連邦警察は次のような任務を所掌する。連邦警察はその管轄の範囲でのみ犯罪捜査を指揮する捜査官を持っている。それ以外の場合においては州警察や連邦刑事長等の適切な組織に委ねられる。概要向けの大型巡視船、ポツダム初級職、上級職、高級職、ありがとうございます。